ヤマビルにやられました流血シーンがありますのでご注意ください。一応モザイクかけます。この後本物のヤマビルが出てきます。嫌いな方はここで動画を閉じてください。これが使用する前のヤマビルです。 ご覧の通りかなり伸びることができましてそして移動も思ったより早く動きます血を吸った山ビルは太くなり弾力があってかなりしぶといですこの山ビルがどこから入ってくるかといえばズボンの裾から侵入し 靴下の中まで入って血を吸います。防ぎ方としては、靴下の中へ、ズボンの裾を完全に入れてしまうことです。靴下が少しでも緩んでいて、少しでも隙間があると侵入してくるらしいので、輪ゴムなどで止めた方がいいでしょう。同行者の方は、手もやられたようです。私は、 足を10所食いつかれました。ヤマビルの唾液には、ヒルジンというものが入っており、血が固まりにくくなる成分が入っているため、血が少しずつ出ていました。完全に止まったのは約5時間後でした。また、血がこれだけ出ているのに痛くないかといえば、ヒルジンに麻酔効果もあるようで、全く痛くありません。ちなみに、その日の夜だけ、 背中にジンマシンができましたヤマビルが原因でしょうそして食いつかれてから今日で1週間以上経つのにいまだかゆみだけはあります皆さんヤマビルが出る場所へは行かないようにしましょうそれでは報告を終わります YouTuber 神風ヤマトチャンネル